この辺はね、タイラップで止めますか。タイ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 ラップ。はい、皆さんこんにちは。車の大戦カカカシノピーです。今回はティーダ。ちょっと前に内装とか掃除してたティーダのバックカメラを購入しました。そう、あれね、バックカメラついていないので、ちょっと今からねこれを取り付けていくと。でバックカメラを取り付けるだけだったら、まあ、過去にねちょっとやったことあるのでつまらないなと思い、こちら小型モニター、結構立派だね。2,3000円だったんだけど、これも購入したので、これをまあどっかに取り付けて、まあ、常時見えるようにするか、まあ、そこら辺はねちょっと配線次第なんだけど、とりあえずちょっとバックカメラとモニターを別で取り付けていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。外に行こうと思ったんですが、ちょっと中をね確認します。どんなものが入っているのか。こちらがディスプレイ、5インチディスプレイですね。で電源がこれなんか 12V 用で買ったと思うんだよね確か。でこれを多分取ればこいつの電源が入ると。で映像、あとこれ音声を出力するんですね。あともう一個がバックカメラです。延長ケーブル、これをここにつなぐと。であとはカメラ、これを取り付ければここに映るはず、まあ、とりあえずちょっとやっていきましょう。はい、そしたらこちらがティーダですね。でバックカメラなので、場所的にはこのナンバーの横ら辺、この辺につけようかな。でここがねちょうどね、ここから缶なんですよ。ちょうどナンバーのこの上の部分ですね、これがバンパーの内側まで穴が開いているので、ここを配線通そうかなと思っています。だからそんなね難しくないと思う多分。そしたらちょっと中見よっか逆に。はい、そしたら室内にやってきました。モニターの取り付け位置なんだけども、いろいろね悩んだ挙句、まあ、この辺にしようかな一旦ね、まあ後から変えるかもしんないんですが、ここら辺にしましょう。ってなるとバックカメラの映像の線、あれを、まあ、ここまでね引いてこないといけないので、モニターの線がこれしかないから、もうこの辺までとバーッと A ピラー、あと天井を通して持っていこうかなと思います。まあ、その前に配線の長さ足りるかちょっと確認します。長さも大丈夫そうです。一応このモニターから出てる線をカメラについてたこの延長ケーブルにつなぎます。でざっくり言うとこの線がこれですね。で今外を映しています。実際は中を通します。でこう配線が来て、バックカメラの線がこうあるので、これをくっつけて、で最初室内の方のこの電源線、これをアクセサリーに今回はつなごうと思います。通常はリバースギアでこの線とこの線をつなげばつくはず、まあ、こんな感じでいってみます。とりあえず線の方軽く通し終わりました。まあ、ここはまだ通してないんだけども、ここはまあ A ピラーのところをビッとでここまでつなげると。でここから先は天井ですね。まあ一ちゃん楽なので、バーッとこの辺を這わせて後ろですね。でこの辺も通して配線が出ている状態です。これをうまくこっちの方を通して、この中かな、このナンバーのとこから出てくるのが理想かな。それちょっとやります。はい、そしたら今配線を、この線を中から外に出すっていう作業をやってるんですが、なかなかいい方法が見つからなくて、まあ一番簡単なのはこの辺中からそのまま外にビュッてこう出す、これ一番楽なんだけども、配線を傷めたり、あとちょっと配線が見えたりするのがちょっとかっこ悪いので、まあどうにか見えにくい場所を探しています。で今とりあえずトライしてみようかなと思ってるのが、このテールランプの裏、テールランプの配線も中から外に行っているので、これを取れば中側の穴が多分あるはず。なので一回ちょっとテールランプ取ってみます。はい、そしたらテールランプが取れたので、この線をここから出すということですね。
こう通すと。で、これも外側に来たのでナンバーの方に行きます。で、ここら辺はね、ちょっと水が入る可能性があるので、ちょっと切れ込みを入れて、その後なんかコーキングかなんかする予定です。とりあえず、まあ、テールから外に配線が出ましたと。ちょっと汚らしいんだけども、ここも外側なのでこっち側に配線を落としていきます。そうするともう下からね出てきますよ。よいしょ、いいねいいねいいね。で、このように配線が出てきました。はい、ある程度配線が通ったので、こちらバックカメラを取り付ける準備に入ろうと思います。台座、これ入っていたので、これをまず取り付ける。つきそう。よいしょ、つきました。で、この横はちょっと締めればいいのかね。そうするとここでもう取り付けるのではなく、ここはちょっとプランとしてきます。で、最後映像が映った時に角度とか位置をちょっと決めます。なので一旦これはこれで放置。はい、じゃあつなげていきます。で、これまあプラス線しかないんだけども、マイナスはここがなんか合わせになってるのかな。なんかテスト的に映したらつなげなくても大丈夫だったので、つなげずにいきます。よくわからんけど、この辺はまあ説明書を見て適当にやってください。配線の処理が終わったので、テールランプを戻します。はい、 OK。 はい、とりあえず後ろは終わりです。今ここからカメラがペロンと出ている状態なので、もう閉めちゃいます。よいしょ。で、まあ、一番いいのは映るかどうかを確認してから閉めるのがベスト。けどめんどくさいからもういいです。前の方に移ります。そしたら前ですね、エピラ外しました。で、配線が天井を通ってこのようにここまで来ております。もうこれはこのモニターとつなげます。じゃんと、これが映像で、これが電源。今回はもう運転中も常に映ってるようにしたいので、アクセサリーから電源を取ります。で、アクセサリー電源は、まあ、そこら辺にあると思うんだけど、この辺はこの辺でもう処理しちゃいます。閉めちゃいたい、まあ、こんな感じでいいかな。で、この線は下で処理したいので、垂らして下から引っ張ります。よいしょ、はい、出てきた。そうなるとここがもう一旦閉めることができますね。ここはどうにか暇から配線を出すしかない。入ることを祈ろう。入ったね。まあ後でお見せします。はい、先ほど垂らした配線がこれですね。で、ちょうどここにヒューズがあるので、このヒューズ電源、これですね、過去に使ったことあるんだけども、ヒューズから電源を取る線ですね、これを使ってつなげていきます。はい、一応配線ここから出しました。ヒューズボックス、ここの蓋があってこれですね。これを見ると ACC アクセサリーっていうのがここに2つあります。で、今回10アンペアのヒューズの電源を持っているので、ここから取ります。これで言うとちょっとうっすら見えてるんだけども、ここのヒューズだと思う。これを調べると。そしたら A モンの電源テスターを使っていきます。アース取ります。はい、現状電気来ておりません。鍵を ACC に回します。来ます。はい、光りました。切ります。はい、問題ありません。なのでこの赤から電源を取ります。これ、蓋に書いてあるんだけど、見方間違えてね、違うところに取り付ける人がいるので、まあ、一応確認した方がいいです。そしたらこの赤い方プラスで、黒い方マイナスなので、アースですね。虹側になるのでオスの擬宝珠をつけてきます。で、こっちはクワガタさん、これですね。よいしょ、つきました。そしたらこれを外してヒューズ電源で、このヒューズ電源の方にメスの擬宝珠がついているので、ちょっとこれをくっつける。それだけです。簡単です。
はい、そしたらフューズ抜きますと。よいしょ、この子だね。はい、抜けました。フューズ電源ですね、つけてきます。つきましたと。で、ついたらここですね、木干しガッチンと。よいしょ。で、あとはここからアース取れるので、ここにアース挟み込んで、よし、 OK、 アース取り付け終わったので、あとは電源を入れてモニターがつくか確認します。はい、そしたらつなげたので映るかどうか確認します。 ACC、 ああ、いいですね、映ってますね。大丈夫そう。カメラがちょっとブランブランなので、角度を調整して最後映像を確認して終わりかな。ちょっとね、今下すぎるので調節します。で、穴が開くのが嫌だっていう人は超強力両面テープかなんかでつけてあげてください。今回はここにぶち込みます。 OK と。じゃあ最後に映像を見ておしまいかな。あー、疲れた。角度を調節したので最後にどうか。はい、こんな感じですね、問題ないですね。で、通常ギアをリバースに入れたら、まあ、映るっていうのが一般的なんですが、今回は ACC 連動にしたのでずっと映っている感じですね。良さげですね。だから、まあ、大きい車とかハイエースとかハイエースロングとか乗られてる方はこういう風にしたい人もいるんじゃないのかな。まあ、ナビでも良かったんだけど、別のモニターを使って映し出すっていうのをやってみました。以上。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はティーダにバックカメラを取り付けて、まあ、ただ普通につけるんじゃつまんないから、ディスプレイを別で用意して常に映し出せるように電源を ACC から取って取り付けの方を行ってみました。で、まあ、電源はまあ取り方次第ですね。まあ、通常ナビとかだとギアをリバースに入れた時に映し出すような仕様なんだけども、まあ、電源をまあ ACC から取れば常に映し出すことも可能。常に映し出して、まあ、今回前に置いといたんだけど、思ったのがね、乗用車に向いてないです。なんか常に動いてて、なんか目もチカチカして、ちょっとなんかね嫌だ。だからね、まあ、やっぱハイエースとかトラックとか大きい車で目線に入らない位置とかに置いとくのはありだけども、まあ、目線に入る位置だとちょっとどうかな。まあ、普通にねナビ連動で、まあ、バックにした時に映すっていう方が、まあ、一般的でいいかなと思いました。今回はまあ単純にね、まあ、ただ普通につけても面白くないのでこういう実験をやってみたんだけど、ハイエースとか、まあ、トラックとか、まあ、大きい車に乗ってて常に映し出しておきたいなと思ってた方、まあ、ヒッチメンバーとかねついてる車とかね、そう、元はねこれね友達がねこういう風につけたいって言われて、まあ、確かにそういう人もいるんだと思って始めたのが、ね、まあ、きっかけなんだけども、気になる方はぜひトライしてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。